どうも、尾形千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。この画面、一体何でしょうということで、ローカルオーディションガシャ、あちらをちょっと弾いてたんですよ、演出ありで。というのも、今回コラボ企画で、ちょっとノーマルオーディションガシャを使ったコラボ企画を、ごまぴーさんからね、お誘いいただいてるんで、そのちょっと練習をしてたんですよ。まあ、練習ってなんやねっていう感じなんやけど、その時にちょっと起こった出来事なんで、見てください。起こった出来事というか、今現に起こってる出来事なんで、ちょっと皆さんに、紹介します。まあ、ノーマルオーディションガシャでも S レアって出るっていう話あるじゃないですか。まあ私も何回か出たことあって、2回が出たことあるんですけれども、見たことない方もいらっしゃると思うんで、はい、これです。海ちゃんです。なんでね、ちょっと何が出るか私もちょっと知らないんで楽しみなんで。はい、だーれだ。お、首藤葵ちゃん。ニューではなかった真心若女将、首藤葵ちゃんということでね。はい、ローカルオーディションガシャでもね、Sレアは出るんですよ。はい。ななみちゃん。あ、バリサちゃん。ちょっとね、次の戦いでバリサちゃん、ちょっと必ず引かないといけない決まりになってるんでね。まいちゃん。夏美さん。ということでね、出るんですよ、Sレアが。はい、ということでね、いやー、ちょっとこの画面をね、この様子をちょっとみんなにも見てもらいたくて、ちょっと急遽ね、練習している最中に動画を撮ってみました。ちょっとさ、試しやから、次 S レア出るまでちょっと一回ひたすらさ、ちょっと弾いてみたいと思います。ちょっとボックス整理していきます。では早送りで、次の S レアちょっと出るまで一体何年ぐらいかかるんか、S レア出るまで弾いてみたい、やってみたいと思います。いきましょう。あー、ちえりちゃん。はい、ということでね、まだちょっとね、友情ポイントあるんやけど、これ以上引くと、ちょっとコラボ企画ができなくなってしまうんで、その分残しとかないといけないんで、出なかったけど、ちょっとこの辺りでね、終了しようかと思います。はい、ということでね、それぐらい出ないっていうことです。今ね、何十連回したか、ちょっと分かれへんねんけど、結構回したよ。十何分以上回したけど、それぐらい電確率ということなんで、まあ最初に見たあの光景はちょっと奇跡やったということでね。はい。今まで、この前もね、ちょっと前にも出したとこなんで、意外と出るかなって思ったら、やっぱ全然出ないね。マスタートレーナーのチケットがいっぱい手に入ったんで、美味しいです。はい、ということでね、まあ引いていきましたが、Sレアは一応出るということは検証されました。はい。ではね、またこのノーマルオーディション、こちらのローカルオーディションや、ローカルオーディションを使ったまたコラボ企画の動画は、2月1日から2月4日の間に投稿したいと思うので、ぜひぜひその時にもご視聴よろしくお願いいたします。はい。では、皆さんは Sレアを引いたことがありますか？ない方もね、もしよかったらこれを機にめちゃんこ引いてみるのも楽しいかもしれません。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。